グロック17はオーストリアの銃器メーカーであるグロック社が開発した自動拳銃。口径は9ト、mm、ル相談数は複列断層による17プラス1発。ドイツ警察の指導の下クグロックシリーズを用いて訓練するアフガニスタン国家警察の女性警察官開発は1980年頃から進められ、1983年に、 パイ80の名前でオーストリア軍の正式拳銃として採用された。この民間用モデルとして1985年にアメリカで販売されたものがグロック17である。17とは当時としては多かった17発の相談数をアピールしたものだという説や制作するにあたって獲得した17件の特許の数であるという説、また グロック社の17番目の製品であるなどの説がある。グロック社はもともと銃器メーカーではないため、その機構や設計思想はそれまでの軍用拳銃のスタイルにとらわれないものであり、発表当時は特殊な機構や材質、デザインから敬遠されたが、現在では軍用、警察用として、本国のオーストリア以外にも、フィンランド、スウェーデン、ロシア、インド、フィリピン、 アメリカの FBI などの法執行機関に採用されている。また、採用には至らなかったが、アメリカ軍や陸上自衛隊での正式拳銃更新の際に後継候補の一つとして提出された事例もある。後の銃器開発にも影響を与え、樹脂素材の多様やストライカー方式によるダブルアクションなどこの銃のスタイルに近い CZ100 やアラン HS2000。 S&W シグマといった多数の拳銃が開発されている。特に模倣がひどかったシグマではスミスウェッソンがグロックに提訴される事態も起きた。グロック社はガストン・グロックが1963年にオーストリアのウィーン近郊にあるバグラムに創設した企業でもともと機関重要ベルトリンクや軍用ナイフなどを生産していた。下記そのものの開発は行っていなかったが 1980年に始まったオーストリア軍新請式採用トライアルを受けて拳銃の開発を始めた。トライアルにあたっては同国の大手銃器メーカーであるシュタイアー社製のギガバイトなどと競合したが1982年にグロック17の採用が決定された。グロック17後面から見たグロック17グロックにはそれまでの軍用拳銃には見られなかった。 革新的機構が搭載されていた。フレームやトリガーとその周辺機構、断層外側がプラスチック製となっている。他にも強度上問題がない部分にプラスチックが使われている。成形の容易さから生産性が向上し、軽量になったほか、寒冷地で使用する場合、冷えた金属に皮膚が張り付く事故を防ぐことができる。クロックシリーズに使われているプラスチックは、 ポリマー2と呼ばれる材質で、ガストングロックの発明品である。摂氏200度から引く、摂氏60度の環境下でもほとんど変質しないと言われている。一般的なプラスチックよりも柔らかく、相当な強度を誇る。しかし、成形に難があり、日用生活品などには向かない。なお、グロック社は独自の方法で、フレームの成形をしている。 フレーム内にはスライドを保持するための金属部品が煮込まれているため、プラスチック製のフレームは金属製のスライドとは接触していない。フレームが軽量な素材構成の場合、全体の重量が軽くなる反面で、射撃時の衝撃や反動は大きくなるが、グロックのフレームに採用されている素材は、ある程度の柔軟性を持たせることで衝撃を緩和している。また、 重工とグリップの距離が近いため、他の同クラスの銃に比べ跳ね上がりは少なく、移動距離の短いトリガーと共に連射をしやすくしている。ただ、発売されて30年以上経過しているため、古い個体では、プラスチックの経年劣化が現れているとの指摘もある。さらに、アンダーレール付きの第三世代フレーム採用機種では、フラッシュライトや、 レーザーサイトを過度な締め付けで取り付けた場合、フレームが歪み、作動不良を起こす例があったことから、金属製フレームという、グロックの特徴を捨てた、カスタムパーツも存在する。この問題は、グロック社純正の第四世代フレームでは解消されている。グロックの引き金の機構は、対別すると、ダブルアクションオンリーに属するが、グロック社による、セーフアクションと呼ばれる特殊なメカニズムを持つ。 そのため、一般的なダオビストルと違い、連続して空打ちできず、空打ちするにはスライドを2から3センチメートル引き、激震をハーフコックさせる必要がある。スライドを操作し初段を装填すると、激鉄剣激震であるストライカーが半分ほど交代した位置で、視野によってロックされる。このポジションでは、ストライカーは、視野及びファイアリングピンセーフティにロックされているので、 暴発の危険性はない。ストライカーが前進している場合は、引き金は後退しており、引き金が引けないようになっている。スライドを引いて撃破可能なハーフコックの状態では、引き金は前進位置になるため、これで、ストライカーの位置が確認できる。引き金を引くと、それに連動して視野がストライカーを、フルコックの位置まで後退させた後、解放して撃破する。 発射に伴う作動を終えると、ストライカーは、シ野により、フルコックの位置で保持される。この状態では引き金を、ほんの少し戻すだけで、シングルアクション並みの短いストロークで連射することが、できる。引き金を完全に戻すと、ストライカーは、シ野と共にレストポジションまで前進し、安全に保管可能となる。また、通常のダオより、引き金の引き台が短いため、 安全のためトリガーセーフティが設けられている。これは、引き金の中央部分にもう一つの引き金が挟み込まれたような構造で、安全装置は引き金を引く方向とは違う角度で解除されるため、居手の指以外の物体が誤って引っかかっても容易に引き金が動かないようになっている。他の銃と比較して、トリガーガード内のスペースが狭くデザインされ、手袋などをした場合には障害となる場合があるが、 異物が入りがたい構造にもなっている。この安全機構は弾薬を装填した状態で安全に携行できる反面、弾薬の装填を確認しないで操作しようとしたり、発射の意思がないのに不要意にトリガーに触るような扱いは想定していない。当時、回転式拳銃を使用していたニューヨーク市警の装備改変の際に正式採用されたが、 ダブルアクションの重い引き金になれた現場の警官たちの暴発事故が増えているという意見により、スプリングを交換して引き金の重さを強めた NYC 向けのモデルが開発された。グロックを採用した警察などの公用機関の一部では、このような対応は取らずに、従来型のマニュアルセーフティを備え価格も手頃な S&W の M39K や M59。 軽の自動式拳銃に装備を改めた例もある。銃全体のレイアウトでは、ストライカー方式を採用して、銃身の位置を下げ、グリップの角度を大きく取ることで反動を受ける位置を、銃身に近くし、発砲時の銃口の跳ね上がりが抑えられる設計となっているが、握り方によっては、銃口が上を向きやすいとの批判もある。突起物や、凹凸の少ないデザインとすることで衣服への引っかか,かりや、 微物の侵入を防いでいる。内部構造では、ラウンド形状のライフリングを採用することで、重心の対摩猛性を向上させた。金属部には、同社の軍用ナイフのノウハウを活かした、熱処理がされた高度の高い鋼材を採用することで、耐久性を向上し、同ナイフでも採用されている強力な、防錆処理によって、耐食性を高めているので、ステンレスモデルは存在しない。 金属製の本体の上にプラスチックの外装を被せている。購入時の付属品である通常の断層のほか、マガジンエクステンションを付けることで相談数を2発増やすことが可能。また、いくつかの光景に対応するロングマガジンがあり、9mm は33発、45ACP が25発、40S&W と357 i g では、 共用可能でどちらも29発となっている。最新のモデルではグリップ前に切り欠きがあり、断層をつまんで引き下ろすことができる。グロック17、グロック17、シーグロック17多くのバリエーションが展開されており、各サイズそれぞれに各後継のモデルが用意されている。製品名は後継やサイズに関係なく、最初のモデルであるグロック17から発売順にグロック17、 グロック18、グロック19と命名されている。また、シリーズ全体を通したマイナーチェンジもたびたび行われている。小さいモデルは、より大きなモデルで使えた弾層をそのまま使うことができ、グロック26に17のマガジンを使った場合、通常プラス7発のロングマガジンとして扱える。また、ほとんどのモデルに、反動軽減用のコンペンセーター内蔵モデルが存在し、 搭載モデルは、グロック 17C のように、型番の後に C が付く。分解整備や、ミサオ重訓練用として、本体を赤色に塗装したモデルも用意されており、型番の後に P が付く。グロック21グロック17直径の別口径モデル。使用弾薬は次の通りになっている。内は、ノーマルマガジンの相談数、20、21は大口径モデルであり、 全長が 193mm に伸びている。17リットルは、グロック17を競技用にするために超重心にしたモデル。全長 225mm、重量 748g、相談数17発。G34 の発売を受け、生産は終了している。軽量化などのため、スライド上部に肉抜き加工が施されている。命中精度の良さなどから、 FBI にも愛用者がいる。24は17リットルの 40S&W モデル。全長 225mm、重量7 5 7グラム、相弾数15発。40は 10mm オート弾モデル。全長 241mm、重量7 9 8グラム、相弾数15発。 グロック 18C グロック17にフルオート機構を搭載したモデル。オーストリア国家憲兵隊に属した精鋭のタイテロ部隊ゲックコブラの養成によって開発された。小型である上にポリマーフレームが軽量なため連射時の反動は大きく、集団性は低い。そのためカスタムパーツとして折りたたみストックが存在する。外観はグロック17とほとんど変わらないが、 スライドの左後方にセミ・フルオートの切り替えレバーがある。グロック 18C はグロック18でスライドから突出した重工部に装備されていたコンペンセーターをスライド内の重心上部に開口する形状に改めるなどした改良型でグロック18で問題視された反動もやや抑えてある。犯罪に利用されないよう一般への販売が 禁止された公的機関限定モデルであるが、特殊な許可を取った上で、グロック17にフルオート機能を追加したスライドと、銃本体を別々に登録することによって、民間人でも同じ機能の銃を所持することは可能。全長 186mm、重量 703g、相談数17,19、31、33発、発射速度1200発、分。 グロック19グロック17直径のコンパクトモデル。ベースとなる19では、全長 174mm、重量 595g、相談数15発。19は、日本警察の SAT で採用されているとされる。また、グロック19の派生型であるグロック 19X は2017年に、シグ P320 の勝利で幕を閉じた、米軍時期正式採用拳銃。 XM-17MHS トライアルに提出されたグロック試作モデルをベースに作られたもので特徴としてはスライドはグロック19 Gen5 と同様のデザインでフレームはグリップ部分の長さがグロック17と同等のサイズとなっておりコンパクトながら標準モデルのグロック17と同等のグリップ性と相談数を備えているグロック25は公的機関限定モデル グロック30グロック19をさらに小型化した超コンパクトモデル。米国で AWB の煽りを受け、相談数11発以上新規生産された銃が規制されることになったため、逆に装填数を10発以下に抑えた上で自然なサイズになるよう小型化したモデル。AWB 執行後は通常サイズ用のダブルカラムマガジンも使用できるため超コンパクトモデルにロングマガジンということも、 可能になった。なおオリジナルマガジンはかなり小型なためフィンガーチャンネルが下部に装着してある。ベースの26は全長 160mm、重量 560g、相談数10発。大型弾を使用する29、30は全長が 172mm に伸びる。グロック28は公的機関限定モデル。グロック36は 蒸気グロック30の改良型。もともと30は大口径のため、ダブルカラムのマガジンではグリップが太くなり、比較的握りにくく、携帯にも不便だった。そこで、グロック車はあえて、シングルカラムにして、相談数を少なくしながら、握りやすく、携帯性を高めた36を販売した。全長 172mm、重量 638g、相談数は6。 フルサイズの21とマガジンの共有はできない。グロック42はグロックの最小モデル。380ACP 弾の弾装をシングルカラムにすることによってサブコンパクトのグロック28より薄くさらにコンパクトになった。グロック43はグロック26の改良型。9mm のマガジンをシングルから向かした薄型モデル。グロック17、19。 26とマガジンの共有はできない。グロック35グロック17リットルを、イドパ競技会の基準に合うよう小型化し、改良を加えた競技用モデル。ダストカバーの先端がカットされ、ガイドロッドカバーが露出している。全長 207mm、重量 728g、相談数17発。35は24同様の、40S&W モデル。 41は21同様の 45ACP モデル。S&W シグマアメリカのスミスウェッソン社が1994年に警察向けとして発売した同社初のポリマーフレーム製オートマチックピストル。当初は 9X19mm パラベラム弾仕様の 9V40S&W 弾仕様の 40V が発売された。しかし、 クロック17を元にしているため、外見や内部機構が告示している。これによって、クロック社より、デッドコピーであるとの訴訟を受け、和解金を支払うこととなり、内部メカニズムの変更も行われた。そして、内部メカニズムの変更がなされた QE と、40E、そして、ステンレスモデルの QVE、40VE 等も開発され、2004年には、 グリーンポリマー製のフレームを備えた旧グブ、四十グブもラインナップされた。中華民国の205平坦賞が警察向けに開発したグロック19のクローン品。スライド側に手動安全装置が追加されている。中華人民共和国の北方工業工事が製造するポリマーフレーム製オートマチックピストル。外見は蒸気のシグマ以上にグロック17と告示している。 セレーションが斜めに切られているほか、グリップはオ4のデザインに近いものの、バックストラップの交換機能を持たないなど、若干の差異がある。ロシア連邦のスコット社が製造するクローン品であり、過去の S&W 社と同様グロック社により訴訟を受けている。本家グロック17との違いとして、セレーションがスライド前方にも追加されている。 スライドがステンレス製であるなどの点が挙げられる。グロック17のモデルガン田中のグロックロゴのモデファイ。矢印部分が違う日本で初めて商品化されたのは MGC 製ブローバックガスガンでエアソフトガンでは初めて発射とブローバックを1、工程で行う機構を採用した。その後、東京マルイヤ、田中ワークス、KSC など様々なメーカーから発売されており、特に KSC は現在最も多くのバリエーションを展開している。過去には国際産業や携帯ら社からも発売されていた。商標上の問題からかメーカーによってはスライドやフレームのグロックロゴがアレンジされたものとなっている。例えば KSC 製品は初期や現在製造されているものはグロックであるが一時的に G のみとなっていた。田中ワークス及び マルシン工業製品はロゴをよく見るとクロックになっている。実物のグロックは反動吸収のために質感の柔らかいプラスチック素材を用いているが、これは遊戯銃の主要な材質である ABS 樹脂やヘビーウェイト樹脂よりも柔らかいため、ほとんどの遊戯銃はフレームが実物よりも硬い。実物のグロックはエアソフトガンの自主規制上必要となる能動的な マニュアルセーフティを持っていないため、実物通りの通常分解を再現せずに、テイクダウンレバーをセーフティとする、トリガーセーフティに、マニュアルセーフティとしての機能を設ける、フレームのシリアルナンバープレートをスイッチとするなどの、対策が取られている。独特な引き金機構である、セーフアクションに関しても、エアソフトガン、特にエアコッキングガンとブローバックガスガンでは、構造上再現が困難なため、 トリガーをシングルアクションとして内蔵ハンマー式に変更するなど内部構造でのアレンジが行われている。モデルガンでは発射機構の大幅な変更を必要としないため田中ワークス製モデルガンではセーフアクションが再現されている。また東京オマルイが発売しているガスガンのグロック26はロングバレルコンペンセーターグリップエクステンションを追加したオリジナルカスタムの グロック26アドバンスも発売している。45ACP を使用する大型フレーム採用機種の遊戯銃化はマルシン工業のグロック21のみであるが、KSC はクリス・ベクターをラインナップ内に持つ関係上、グロック21を断層のみ商品化している。マニラで財布をすられたらあまりにも大変だった。東洋経済オンライン。二千二十年十二月十一日閲覧。 How the US Military Slowly Fell in Love with Glock。2020年8月13日閲覧。新小銃、新拳銃の決定について。防衛省。2019年12月8日閲覧。新たな重要装備品等の選定結果について。防衛省、自衛隊。2020年7月6日閲覧。参照画像2017年12月25日閲覧。 AB とこいまさみ、現代ピストル並木処方メカブックス東京都中央区銀座2015年2月15日70から71ページ ISBN 978から4から890633241台湾 T97 型 9mm 自動手槍安全性能極化2020年8月13日閲覧台湾 T97 型9ト、mm、ル自動手槍 型に楽々かつ19手あり、どうご時世二 ?2020 年8月13日閲覧。NP7 のリンコ、グロッククローン。2020年8月13日閲覧。スコット GM-100 グロッククローン、イン 9mm、トル二 22LR。2020年8月13日閲覧。ありがとうございます。